キリエ？あなた声どうしたの？歌しか歌えません。あいつね、声が出ないわけじゃないんだ。だけど声を出そうとすると泣いちゃうんだよな。ねえ、マネージャーさんっていないの？俺 YouTube 見て、好きだよ君の歌。その衣装に着替える瞬間からキリエはミューズに変身するっていう奇跡の瞬間なんですよ。歌ってそういうものでしょ？人の人生変えたりするもんでしょ。変わったよな、声が少し大きくなった。感動したことは何と言ってもあなたの歌ですよ。